おはようございます。そして明けましておめでとうございます。新年一発目にはね、このキットのエンジンかけてみようかなと思うわけですよ。よいしょ。よし。ではですね、ちょっと角度がこんな感じかな。エンジンかけてみますね。で、センターコンソールがここがね、パッと開くと思いますんで、と皆さんご覧ください。はい。キャブレターのエンジン音がグワーンと上がりますね。やっぱこう日本の夜明けというか、ナイト2000の夜明けですね。それではですね、ドキドキワクワクのコンソールを入れていきます。ここですね。あららら、これをパチッと入れると、いやーすごいですね。じゃあ走って、ターボブーストの出力を上げるには酸素が不足しています。こんな感じですよ。こっちはマイケル、35センチもある強化コンクリートです。こんな感じでね、喋ってくれるんですよね。もちろん追跡モードいきますし、オートね、こんな感じでスイッチも入ります。で、今日は特に運転する予定ないんですけども、あの1月3日ね、3日に和州山の方に行ってまいります。和州山から牛窓海岸の方までドライブミーティング、アメ車のミーティングがあるそうなんで、そちらの方にねちょっとお邪魔してこようかと思います。まあ、フルレプリカのナイト2000、これね、天井のコンソールもできてるでしょ。すごいですよねこれね。これでお正月ぶっ飛ばしたら気持ちいいですよね。なんか燃費はむちゃくちゃ悪いんで、走るたんびにお金がばらまかれてるみたいなもんですね。エンジンルームから500円玉がチャリンチャリン落ちてるような感じです。で、1月2日はなんかその吉島の方でもイベントがあるそうなんですけども、そちらちょっとすみません間に合わないんで、ご一緒できないんですけども、1月3日ね、ナイト2000フルレプリカで岡山をちょっと走り抜きますんで、私にとってみてはね、結構長い距離を走るんですよ。まだまだ運転慣れてないのと、自分でメンテナンスできるところが少ないんで、トラブルが怖いなと思いながら走らせていただきます。まあどっちにしてもね、このナイト2000がある限り、私もちょっとね、広島県のまあ、マイケルナイトさんまで行かないですけどもナイケルマイトさんぐらいにねならないかなと思ってますね。いやーすごいですね。ちょっとね、またコンソールの方お見かけしてください。こんな感じになってます。で、エンジンルームね。はい、ちょっと電話がかかっちゃってきちゃったよね。電話かけないでくださいね。電話かけてこられるとライブ中止になっちゃいますから、すいません。じゃあこんな感じでね、今日はちょっと出発しないですけど、ただエンジンをお正月なんで起動してみましたということでございます。ありがとうございます。